新鮮なカツオの刺身。醤油につけるとあっという間に表面に油が広がるほど油が乗っています。函館市の南茅部漁港です。例年だとこの時期は鮭やホッケの漁が盛んですが、連日水揚げされているのはカツオ。通常は8月から9月にかけて三陸沖まで北上するんですが、カツオはね、先月のせいから今月に入ってから取れるどこでこの間120、30本ぐらいかな。本数的に大きさは3キロから4キロぐらい、大きいのでまだ6キロぐらいってやつもある。南茅部漁港でこの日上がったカツオはおよそ100匹。先月末から今日までに6トンから7トンの水揚げがあったといいます。降って湧いたような豊漁に函館市内の鮮魚店では、ね、こんな鮮度良くてこんだけ脂乗って本当に初めてですよね。新鮮で身が締まっているため包丁が入らないほどだといいます。函館で見ることないのですごく食べてみたいという気持ちが勝ってきました。カツオ買いました。函館での近郊で取れてるので応援したいので。こちらの飲食店でも早速メニューに加えました。カツオ定食、この日は1000円です。でも油結構乗ってるよ。南川部さんとそんなに食べたことないよね。めったに食べられない地元産のカツオ、喜びの反面こんな声も。南茅部とかでカツオとか取れるって考えられないよね。ですよね。いや、おかしいよね。いつまでも函館が伊賀の町だって言ってる場合じゃないぞって。それこそね、ブリ踊りだカツオ踊りだって踊らなきゃなくなる時代が来てるのかもしれないですよね。カツオを水揚げする漁業関係者も、まあ、はっきり言って、まあ、余計なもの来たなと思う。ここにいる魚がもういなくなっちゃうから、本来この時期取れるはずの鮭やホッケの漁への影響を懸念しています。なぜ北海道でカツオが水揚げされているのでしょうか。専門家によりますと、暖流の黒潮の勢力が強く、北海道沖の海水温が例年より3度から4度高くなっていることが影響しているといいます。さらに、暖流の渦ができて、でそれが襟沖にとどまったんですね。カツオの漁場になってまして、カツオがまあそこに分布してて、そこから流れ込んでるのかなと今考えてますね。函館から噴火湾にかけての海水温は今月下旬までは高いと予測されています。カツオの水揚げはまだ続きそうです。美味しそうなカツオではあるんですけれども、漁業関係者の皆さん本来の漁への影響も心配でしょうし、石井さん、こうなかなか無邪気には喜んでいられないですよね。そうですね。厄介なものだっていう言い方をされる方もね、中にはいらっしゃいましたけれども、でも本当に海の中のこのテリトリーというか魚の住む世界がどんどん本当に変わってしまっていて、例えばね、いつからいつまではカツオちゃんとこの時期この辺で取れますよっていう保証さえあれば、その魚をどう加工するかとかっていう設備投資とかをねすることできるかもしれないけど、これ一時的に来てるかもしれませんからね、本当に予想がつかなくて困っちゃうと思います。本当にこう海の中のことを考えるのは難しいんだなっていうことを痛感しますね。はい、ここ数年といいますか年々水揚げ量が変化しているんです。十数年のこの函館の水揚げ量の変化をまとめたものなんですが、やはりイカの町として知られるということもありまして、2011年にはスルメイカの水揚げ量28542トンありました。しかしそこから右肩下がりだったスルメイカに対して、ブリは豊漁が続き、2019年にスルメイカの水揚げ量を逆転、上回ります。そして2022年には1万トンを超えたんです。それと同時に、そしてカツオも今回豊漁になってきたということでした。カツオに関しては非常に足が速く傷みやすい魚です。他の魚に影響を及ぼす可能性もあるだけではなくて、その流通の販路、さらには加工の整備というものも求められています。今後函館名物がどう変わっていくのかにも注目です。
去年11月に開業した商業施設ココのすすきの。平日のお昼を過ぎました。夜の街すすきのというイメージが強かったこの街ですが、この時間店内は若い人や主婦たちでにぎわっています。今年1月には3階を中心にセカンドオープンとしてフードコートやゲームセンターが新設。家族連れや若者の需要も高まり、開業から9ヶ月の来館者は想定の 1.3 倍となる800万人に達しました。友達とまずすすきの行こうとならなかったかもしれないです。服屋さんもご飯屋さんもゲームセンターとかもいろんなの入ってて、ここで1日遊べるのがいいなと。その好調のココのすすきのに新たなエリアが誕生します。主婦や観光客などでにぎわう4階のレストラン街、そのレストラン街の奥に今週新たなラーメンエリアがオープンします。今週12日に開業するのはみんなのグルメ、略してミングル。座席は200席完備し、団体客にも対応できるラーメンのフードホールです。出店するのは道内外の人気ラーメン店5店舗。ラーメン激戦区すすきので勝負をかける人気店の挑戦を追いました。今週12日ココのすすきのの4階にオープンするラーメンのフードホールミングル、道内外の人気ラーメン店5店舗が出店します。200ある座席には若者やインバウンドも意識し、コンセントや Wi-Fi を完備、 SNS 映えを意識したフォトスポットも設置しました。新たなラーメンエリアの誕生に客は、駅前のラーメン共和国がなくなっちゃったので、ね、そういうところあると嬉しい、入りやすい、お一人でも、うん、ね、そうだったらなんとなく雰囲気が分かるので、ね、そんなミングルに札幌豊平で行列のできる人気ラーメン店風来堂が出店します。かなりこだわりの詰まった商品になってますんで、世界のお客様に喜んでもらえるかなと自信はあります。はい、風来堂の店主佐藤さんのこだわりはこの濃厚な魚介豚骨スープ。豚骨を一般的な量の3倍ほど使って旨味を抽出し、和の香りと風味を出すためソーダガツオを加えスープを取ります。このスープを使った究極の一杯が濃厚味噌つけ麺です。うまいです。魚介風の出汁が効いてて癖になります。出汁がすごい、うん、目に絡み合うというか、すごい美味しい。そしてもう一つの看板メニューが濃厚味噌ラーメン。豚の旨味というのがですね、ギュッと詰まった濃厚なスープです。なんですけれど鰹も効いていて風味があっさりとしています。ここのすすきのはですね、もう味噌1本で勝負しようかな。風来堂にとっては満を持してここのすすきのに2号店を出店します。オープンが2週間後に迫り、初めての挑戦に不安も募ります。家賃がやっぱり一等地なだけあって高いですよね。1日200杯売らないと厳しいかなと。すすきのといえば開業70年を超える元祖ラーメン横丁をはじめ、行列の絶えない名店が軒を連ねるラーメン激戦区です。勝機はあるのでしょうか。結構面白いんじゃないかと思います。以前にもね、すすきのにラーメン館っていうのがありましたけども、ちょっとね、やっぱり場所が奥だったんでなかなかこう集客が良くなかったかなということで、フラッと来てこう、あ、ラーメン食べようかっていうのがね、できるんでね、その辺はやっぱりこう今までとはちょっと違った感じで、各ラーメン店が機材の搬入などオープンに向け準備を進めていました。想像以上にお客さんの顔が見えると、200席ある隅から隅まで大体見えるなっていうところで緊張します。ココのすすきの店の目標、1日200杯以上の売り上げを目指し、素早く多くのラーメンを提供する機材を導入しました。メニューデッキは本店の6口から9口、スープの寸胴鍋は本店の3倍の大きさの170リットル、最大700杯のスープを仕込める大きさです。スープの古式も70万円で導入し、仕込みと提供時間の短縮に努めます。
食券を買っていただく前に先に注文いただいて、お会計以降お客さんは30秒ぐらいで提供できればお客さんも喜ぶかなと。ここのすすきのにとってもラーメンのフードホールミングルは新たな挑戦です。まだまだ昼にやってるラーメン屋さんが少ないっていうところもありますので、幅広く客層を絞らずに日本の方から観光客の方まで皆さんに楽しんでいただけるようになっていければなというふうに思ってます。オープンまであと3日、佐藤さんもこの場所を札幌の新たな名所にしたいと意気込んでいます。まあ、切磋琢磨して、うん、みんなでいい商品を作る、いいラーメンを作ってごった返してほしいですね。すでにいろいろなグルメが集まっているここのすすきのですけれども、広岡さん、またラーメン好きも集う場所になりそうですね。やっぱりね、ラーメン共和国がなくなって、うん、そういったこうラーメンが一堂に集まる場所として新しいスポット、うん、これはまあ地元の人もそうですし観光客の人たちもこれ集まる場所にどうやらなりそうですよね、うん、はい、うん、石井さん楽しみです ね。ここに行けばいろんなラーメン食べられるってね、みんなに紹介しやすいですし、意外とここの札幌地元の皆さん使ってらっしゃるなって感じはね、うん、最近しますね、はい、うん、改めてここのすすきの4階にオープンしますこちらのラーメンフードホールミングルです。このようにローストビーフが乗った写真映えする一杯や、道内の4店舗だけではなくて大阪からの出店もあるわけなんです。時間が午前11時お昼から利用することができます。夜は深夜の0時まで、座席が200席あって Wi-Fi コンセントフォトスポットを準備してあるということで、家族や友人とゆったり過ごすこともできますし、あとは食べながら誰かを待つということも可能な場所になっています。ここのすすきのの新たな挑戦、この新ラーメンエリアミングルは12日木曜日に開業します。久しぶりの湯を存分に楽しむお客さん、復活した旭川の銭湯菊の湯です。およそ60年前に開業した菊の湯、2代目の熊谷清さんが湯船を守り地域の大切な居場所として親しまれてきましたが、コロナ禍や燃料費の高騰で去年3月惜しまれながら廃業しました。そんな地域の憩いの場を復活させたい、経営を引き継いだのは京都を中心に銭湯文化を発信する風呂クラブです。若者たちが立ち上がりました。誰でも来やすいお風呂にしたいですね。旭川を盛り上げるのに、いや、もっと頑張らんとダメかなと思ってるんで。そんな思いに共感し、6月にメンバーに加わったのは地元旭川出身の川口春人さんです。リーダーとして現場をまとめています。めっちゃ難しいですね、本当に大変ですね。もう家帰っても菊の湯の言葉で頭がいっぱいです。復活への道は平坦ではありません。この日熊谷さんが気づいたのが、タンクの横を水漏れしたもんだから、ステンレスのタンクなんだけど、ステン自体が傷んでて溶接できないって言われて100万ぐらいかかんないか。お湯をためるタンクからの水の漏れ、直さなければ湯船にお湯を張ることができないため、費用などを考え自分たちで防止剤を塗って修理しました。さらに、今回ちょっとロウリュするサウナなんで、あと多分昔と今で法律が結構変わってるんで、排水口を作らなきゃいけなくて。新菊の湯の目玉の一つサウナ、火で温めて室温を高くするこれまでのものから水蒸気で加熱するロウリュ付きのサウナに変わります。対応に追われていましたが、
熊谷さんを中心に急ピッチで業者を探し、なんとか予定内に工事を終えました。顔見てやっぱりあ、よかったって言ってくれたら一番いいよね。あ、気持ちよかったって言ってくれれば。オープンが迫る中、嬉しい出来事もありました。気づいた。私がもう2人でうわーやっぱ私も抱いて喜んできたんです。菊の湯の近くに住む遠藤富子さん、オープンを心待ちにするファンの一人です。大事だよ。ここから見えるの。いや、家の看板で電気ついたって言うから、あと何なくしゅっ、あ、本当だっつって。いや、長かったわ。自分どこで沸かして入るけどね、あずましくないの、やっぱり狭いから。夫婦で40年以上通っていた遠藤さん、復活を心から喜んでいました。そして昨日、1年半ぶりに菊の湯の上りが。いっぱい来てくれるのがまず楽しみですね。まあ、その後にいいお風呂だったっていう言葉をもらえればもう最高の最高です。今日のオープン、長い行列ができていました。寂しかったわ。とりあえず1年半動いてたから、とりあえずやれることは全部やって、毎日同じような状況で。いや、いいんです、また毎日来るから。新たな経営者は、ここまでの道のりすごい長かったんですけれども、この神楽丘の地域で、どんどん良い銭湯にしていきたいので、末永くよろしくお願いします。1年半ぶりに復活した憩いの場です。新たなサウナも完成しました。ね、もう楽しみにしてます。もう近所なんで、もう毎日も来たいぐらいですうん、最高です。待ってましょう、オープンを。気持ちよかった、最高だ。やっぱりここだって。もうここ開店してる時来るよ、私は。好きな時間に来れるでしょ。そしてオープンに合わせ、塩地さんの友人で人気レゲエグループ湘南の風の若旦那さんも応援に。最高の温度で、なんか水質もすごい柔らかくて、サウナも本当にいい温度だったので、やっぱ風呂知ってるなっていう銭湯でした。いや、もうここはまた新たな銭湯の聖地になるんじゃないでしょうか。熊谷さんから若者に託されたバトン。いや、嬉しいです。やっぱり今まで、ね、やむなく閉店して、1年半休んでたわけだから、まあ、お客さんも寂しい思いもしただろうし、そういう意味ではこうやって若い方々が、またお客さんを招き入れてるって見るとね、僕は良かったなと思うし、これずっと続けてほしいなと思ってます。近隣住民の方々、いろんな世代の人たちに愛される銭湯になっていけばと思ってます。イベントとかですね、もっと菊の湯自体を、この地域自体を盛り上げていければと思ってます。菊の湯の新たな歩みが始まりました。北海道最大級の食の祭典、札幌オータムフェスタ。大通公園の4丁目から11丁目におよそ300店舗が集まり、道内各地のグルメが楽しめます。毎年楽しみにしている方も多いですよね。晴天に恵まれた週末、 UHB がプロデュースしている大通り西6丁目会場にもたくさんのお客さんが訪れていました。今日は何食べに来られたんですか？ホタテとウニ。あ、そこの島の人っていうのかな、っていうところのお店のプリプリしてる。ウニも臭みがなくてすごい美味しい。これ油そばです。味噌に骨のところの、これは狙いでした。でもずっと気になってて、その店舗の方にはまだ行ったことないんですけど、出店するっていうのを見てて、油そば食べたいなと思ってました。他にも去年人気だったパフェのお店パティスリーリーモは、今年も行列ができるほどやはり大人気に。見た目も可愛らしいパフェなんですよね。
他にもお肉や海鮮スイーツなど様々なお店でにぎわっています。目移りしちゃいますよね、うん、さあそんな中忘れてはいけないのがミンテレとのコラボ展、春巻ギャラクシーも並んでますよ。列ができてます。嬉しいですね。今回ミンテレと協力してコラボメニューを開発してくれた春巻ギャラクシー、私たちは究極の春巻とフライドポテトの3種類を考案しました。そして今回よりたくさんの人に食べてほしいと私シズワも販売スタッフとしてお手伝いしてきましたよ。この日はレジと商品の受け渡しをさせていただいたんですが、もう大盛況でした。多い時で20人以上のお客さんが並ぶこともありました。ありがとうございます。コラボ商品を食べたお客さんの気になる反応は、これ広岡さんのフライドポテトですよね。そうですそうです、めっちゃ美味しいです。ポテトも柔らかくて、うん、ちょうどいいですね。シズワさんのおっしゃったやつめっちゃくちゃ美味しいです。明太子ポテトチーズ春巻き、じゃがいもがそんなにパサパサしてなくてしっとりしてるし、で明太子の味もちゃんとしてるんでめちゃくちゃ美味しいですよ。さらにこちらのお父さん、江上アナウンサーのアイス風とうきびカスタードも買ってくれたようで、もうとうきびの甘さが口にいっぱい広がりますね。これ確か大頃さんですよね。彼の顔にぴったりです。甘い顔してるから。最高なんですか。僕上手すぎません。食欲が刺激される秋、開催したばかりのオータムフェストでぜひ道内各地の美味しいグルメ味わってみてはいかがでしょうか。昨日新潟県で開催された妙高サマージャンプ大会、今年3月ワールドカップ最年長ポイントを獲得しギネス世界記録に認定されたレジェンド笠井紀明は1回目、K 点を超える90メートル50をマークするなど6位タイと健闘。52歳が元気な姿を見せました。若い選手から大人まで夏も練習できるっていうことで非常にいいトレーニングになってますし、こういうのがどんどん増えていけばジャンプメジャーになってオリンピックを目指す子どもたちが増えるんじゃないかなと思います。一方女子の部は葛西の愛弟子伊藤有希が2回目に今大会唯一となる 100m 超えのビッグジャンプを披露、大会連覇を果たしました。広大な畑の中、住宅から立ち上る煙、屋根も焼け落ち炎も見えます。火事があったのは倶知安町琴平の2階建て住宅です。午前10時50分ごろ、煙が立ち上って火が出ていると通行人から消防に通報がありました。消防によりますと火はおよそ3時間半後に消し止められましたが家は全焼。この家に住む60代の女性が手や足にやけどを負い病院に搬送されました。命に別状はないということです。当時女性は孫の男の子と2人でいて、孫に怪我はなく逃げて無事でした。警察や消防が火が出た原因を調べています。陸上自衛官の男性はおととし4月、当時所属していた千歳市の駐屯地で上官による部下へのパワハラを内部の窓口に匿名で通報しました。ところが通報内容が所属する部隊に漏らされ、上官らに自白を強要され、内部通報はテロだなどと責められたとして国に220万円の損害賠償を求めています。原告の男性は裁判後の集会で、今日こうやって第1回目の期日を迎えれたということ、とても自衛隊は同僚仲間を助ける者をテロリストとして不利益を与える組織なのでしょうか。私は助けるべきと考えています。一方国側はテロ行為などの発言や自白の強要の事実を認めています。